新コーナー、くるみを探せ。くるみは一体どこにいるかな？どこだ？どこだ？どこだ？正解はこちら。あなたの後ろにいます。やっほーい、世界くるみです。いきなりですけど、皆さんは JK5 検定ってご存知ですか？実はですね、ネットで簡単に JK5 検定というものを受けることができるんです。もちろん私は正真正銘女子高生なので、JK5 検定受けたら満点取れるんですけども、皆さんは結構そういうの詳しくないんじゃないかなと思いまして、今日はですね、私が、JK5 を解説しながら JK5 検定に、挑戦してみたいと思います。じゃあ早速やってみます。ということでですね、JK5 検定やっていきたいと思います。第1回ってですね、第2回とかあるんですかね。この方皆さん知ってますか？有名なフリー素材の方ですね。で、問題をやっていきたいと思います。ケース。最初から嫌な問題ですね。ケースか。これカスじゃないんですよね。一番近いのはクソか。でも多分これはあれですよ。既読スルーですね。既読スルー。スルーは T から始まるとかっていうのを突っ込んじゃいけないタイプのですよね、多分。既読スルーですね。絶起き。絶起きって JK 語なんですか？なんか男子大学生がお昼ぐらいの時間に Twitter でつぶやいてる言葉だと思ってたんですけど。絶起き、絶望の起承ですよね、これ。これですね。絶望の起承。女子高生も使うんですね。JK 語なのかと言われるとちょっと、これも JK 語なんですかね。JK 語って何？女子高生が使ってれば JK 語ですかね。好きですね。これもともとネットスラングじゃないですか。知らないんですけど。そこね。スタレン聞いたことねえな。なんだよこれ。スタレンはね、カフェ、順番待ち、ラインスタンプ、部活の練習中。でも、カフェはないと思うんですよね。女子高生ってあんまりそんなカフェ行かないですよね、多分。行く人は行くんでしょうけど、カフェってどっちかっていうと、なんかおしゃれ女子大生みたいな人種が行くようなところじゃないですか。そうするとやっぱ下2つのどっちかで、なんか部活の練習中スタレンっていうのはなんかあんまりよくわからないし、意味伝わりにくいんで、真ん中じゃないですか、普通に。LINE スタンプ、連打がスタレンだと。です。はい。そうです。私は女子高生ですからね。わかりますよ。じゃあ、これも女子高生用語っていうか、社会で通じますよね、普通にね。ああね。これも別に、あれですよ。普通になんか40代のおっさんとか言ったりしますよ、これ。ああ、そうだね、ですよね。かまちょ。かまってほしいですね。おけまる。おけまるはこれはね、バーチャル YouTuber 好きな人ならわかりますよね、普通に。OK ですね。ありよりのあり。ありよりなりはね、ありよりなりは、ありか、なしかで言うとありですよね。きびつい。きびつい。きびついは、厳しい、つらいですね。厳しい、つらいです。今のところ多分大丈夫。これ全問正解だと思います。マジか。本当ですね。チキル、チキル、チキル、チキル別に、普通に使いますよね。チキル弱気になる。メンブレ、
これメンタルブレイクの方ですね。メンタルブレイクで、気持ちが落ち込むか。あ、チル。これの語源忘れちゃいました、ちょっと。イタリア語でしたっけ？なんか、どっかの国で、チル、のんびりするって意味があるんですよ。フッカルはフットワークが軽いだから、フットワークが良い。メンディは面倒ですよね。めっちゃメンディって言いますよね。面倒だ。森入る？これは、普通にあれでいいんですかね。竹入るみたいな、笑えるっていうことですかね。なんで森なんですかね。草生えるじゃない。まあいいや。バイブ下がる。あ、これはでも割と女子高生以外で使ってる人見たことないかもしれないですね。気分が高揚するですね。秒で。でもなんか、これなんかすごい怖いよ。怖い人がなんか言ってるイメージがあるんですけど、女子高生用語なんですかね。ツラタンはつらいですね。あ、よかった。今のところなんか割と解けてる気がしますね。リは了解ですね。これはよく使います、割と。ヤバタンはやばいですよね。良きは良い。夢川？ちょっと夢川、夢川、まあ、ちょっと一旦飛ばして、リアルガチでは本気で、あ、もうこれ終わりなのか。年齢は10代、性別は性別は女性で、夢川ってなんだこれ。ちょっと変わった、これちょっとわかんないな。ここまあ変わってるかな、多分。夢かは、ちょっとどれもありそうでは。夢か現実かわかんないよ。夢かはとは言ったりしないと思うんですよね。そういう、上二つのどっちかだと思うんですけど。あ、まあでも、夢川女子とかって言いそうだよね。あの子ちょっと夢川だよね、みたいな。悪口言ってそうですよね。悪口なのかわかんないです。あの子ちょっと夢川じゃね、みたいな。あいつ夢川女子だよね、みたいな。だから、多分こっちだと思います。はい。あ、これは満点いったんじゃないですかね。あ、私女子高生なんで満点取れるはずなんですけど。よいしょ。まあ、満点取れるんですけども。満点取れるんですけども。ああ、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 ああ。